さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。はあはあはあ、おやおや、ミオ様、今日はなんだか調子が悪そうですね。いつもよりも魔法に悩みがある。これは気持ちの表れですね。もしかすると少し疲れが見えているのかもしれませんね。この辺にしときましょうか。ミオ様、本日の魔法の特訓はここまでにしておきましょう。大丈夫よセバス、まだ10分くらいしか経ってないわ。私もっとやれる。無理は禁物ですよミオ様。何を焦っているか知りませんが、そんなのでは魔法は上達いたしません。私だって早くお姉様みたいなエリート魔法使いになりたいのよ。絶対に最年少で S 級の魔法使いになるんだから。ミオ様、そんなに焦らなくても、まだあなたは小学生ですよ。あれ、魔法が出ないわ。ミオ様、大丈夫ですか？まったく、昔から負けず嫌いというか、なんというか、もう少しご自身をいたわってください。それに明日から学校なのでしょう。春休みも終わりますし、少し魔法の特訓は休憩してください。やあみんな、僕だよ。春休みが終わったね。僕はみんなの気持ちよくわかってるよ。ああ、とうとう午前中に愛しのお布団から離れないといけない日が来てしまった。行ってきます、布団ちゃん。僕の帰りを待っていてね、チュ。あれ、でもおかしいな。ミオちゃんが迎えに来ないぞ。ってことは、もう少し僕寝てていいってことかな。しゃあ、世界で3番目くらいに好きな行為、二度寝しちゃおう。と思ったけど、なんか逆にそわそわして寝れなくなってきたな。おとなしく一人で学校行くか。ミオちゃん、本当にどうしたんだろう。もしかして今日から学校っていうのを忘れてるのかな。ま、たまには僕も一人で学校に行けるっていうことを証明してやるか。皆さん、おはようございます。新学期が始まったね。調子はどうですか？休み明けはなんだか気持ちが疲れちゃうかもしれないけど、みんなのペースで頑張ってね。はあ、もう今日から夜中まで起きれないです。遅くまでドラマ見てたのにな。今日からもうダメだ。ああ、おやつもう食べれないよ。こらこら、みんな浮かない顔しないで、先生にまで映っちゃうでしょ。それに先生はみんなと違って春休み同じように休みがあるわけじゃないんだよ。冬休みだって夏休みだってみんなと同じように1ヶ月くらいあったらいいのになって何回も思ってるよ。でもね、そんなことどうでもいいの。私はみんなのことが大好きだし、みんなの笑顔が見れたら嬉しいんだけど、でもやっぱり給料だってあげてほしいなって思うし。大人ってすげえ。さっちゃん尊敬するよ。っていうか、ミオちゃん学校に来てない？へい、ミスター翔太。今日はミオちゃんが学校に来ていないみたいだけど、一体どうしたんだい？喧嘩でもしたのかい？知らねえよ。こっちが聞きてえくらいだよ。いつも俺を起こしに来るのに。はあ、ごめんなさい。遅刻しましたわ。あら、ミオちゃん、おはよう。珍しいね、ミオちゃんが遅刻するなんて。私としたことが失態ですわ。よかった、翔太くんはちゃんと学校に来れてるわね。私、今日行かなかったから休んでるかと思ったわ。バーカ、バカにすんなよ。確かにミオちゃんが来なかったから二度寝しかけたけど、まあでもいつも通りでよかった。ミオちゃんだってそりゃ遅刻する日くらいあるよね。
おかしい。今日もミオちゃんが来ない。それに連絡もない。どういうことだ。昨日遅刻はしてきたけど、あの後はいつものミオちゃんだったけど。とにかくこのままじゃ僕が遅刻しちゃうから学校行くか。あれ、ミオちゃん来てない。翔太くん、ミオちゃん昨日からなんか様子おかしいよね。体調でも悪いのかしら。翔太くん、ミオちゃんのこと何か聞いてる？いえ、特に何も聞いてないですけど、幸子先生は？実はね、さっきミオちゃん自身から連絡が来たの。今日は休ませてほしいって。あんなの初めてだったから驚いたわ。もちろんミオちゃんがサボるような子じゃないっていうのは重々に分かってるけど、一体どういう理由があって休んでるのかわからないの。翔太くん、よかったらミオちゃん見に行ってあげてくれない？私が行くより翔太くんが行った方がいいと思って。わかりました、今日帰り寄ってみます。翔太くん、ミオちゃんとは連絡取れたの？勝手に来て大丈夫？もしかしたら風邪とかひいてて本当に体調が悪いかもしれないから、勝手に来たら迷惑かもしれねえぞ。それはないと思う。だってそれだったら幸子先生に風邪ひいたって言わね。きっと何か別の理由があるんだよ。とりあえず行ってみようぜ。はい、どなたですか？これはこれは、翔太様。もしかして、ミオ様の様子を伺いに来てくださったのですか？私も実は困っていまして。困ってる？一体どういうこと？ミオちゃん、大丈夫？具合悪いの？まあ、翔太くん、それにみんなも。セバス、勝手に入れちゃダメでしょ。私こんな姿なのにみっともないわ。申し訳ございません。ですがせっかく来ていただいたので、少しは顔をお見せした方がいいかと思いまして。それでミオちゃん一体どうしたの？別にいつも通りのミオちゃんに見えるけど。心配しなくていいわよ、いつも通りの私よ。ちょっと疲れたから休んだだけ。それより翔太くん、私が迎えに来ないからって遅刻しちゃダメよ。やっぱりいつも通りのミオちゃんだ。だけどミオちゃんは次の日も学校に来なかった。幸子先生もミオちゃんのことをすごく心配していた。毎日のようにセバスさんと何か話してるみたいだけど。そして一つ気づいたことがあった。もしかしてミオちゃんも俺と同じように。これはこれは、翔太様すみません、連日ご心配をおかけしていまして。セバスさん、本当のこと言ってよ。病院にはもう行ってるんでしょ？ミオちゃんはなんて言われたの？それはミオ様には固く言うなと言われておりまして。そう、じゃあ本人に聞くよ。あ、翔太様、お待ちを。ミオちゃん、入るよ。まあ、セバスったらまた勝手に入れたんだから。ミオちゃん、もしかしてうつ病って診断されたの？前に僕が同じような症状になったけど、ミオちゃんだって同じようなことが起きてるんじゃないの？そんなわけありませんわ。私そんな弱い女じゃありませんよ。嘘つき。ミオちゃんは本当はとっても弱いの知ってるからね。ミオちゃんは普段からしっかりしているから誰かに頼ろうとしないんでしょ。だからそれがしんどくなってひどくなったりしてるんでしょ。口ではそうやって強がってるけど体がついてきてないじゃん。本当は学校に行くのだってしんどい時あるんでしょ。でもそんな弱い自分をみんなに見せたくないからって無理しちゃダメだよ。
だって普段私あんなに強がってるのに急にこんな姿見せたらみんなに嫌われちゃうわ。嫌うもんか。そんな友達どこにいるんだよ。ミオちゃん、明日から僕がミオちゃんを迎えに来るからね。翔太くん。そこから僕は頑張って毎朝早起きをしてミオちゃんを迎えに来た。はっきり言って朝が弱い僕だからぶっちゃけ寝ずにミオちゃん家に来たりしたこともあった。なんだったら立ったまま寝てたりしてた。でもそのおかげでミオちゃんが徐々に学校に来るようになった。遅刻しちゃった日は僕も一緒に遅刻した。でも誰一人ミオちゃんを嫌ったり変に思う人は誰もいなかった。普段からしっかりしている人は自分はこういう人間だって思い込む時があるらしい。でも人はみんな本当は強くないすっごく弱い生き物なんだ。まずい、遅刻だ。ミオちゃん迎えに行かないと。その必要はないわよ、翔太くん。私のためにたくさん頑張ってくれてありがとう。だってミオちゃんが学校に来なくなったら僕も学校に行かなくなっちゃうからね。お互いダメなところも見せ合っていこうね。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。